こんばんは。2014年の5月の2日の金曜日、時刻はね、夜の8時15分を回りました。世間的にはゴールデンウィークというんでしょうかね。何連休なんでしょう、今年は。毎年毎年ですね、不規則で、明日をも知れないような生活を私は自ら選んで、しておりますもので、まあ毎日がゴールデンウィークみたいなもんやといえば、ブラブラして、年がら年中遊んどるだけでございますのでですね、要それで生活成り立ってるなというところではあるんですが、皆さん方はお休みの方もおられ、世間が休みやからこそ、サービス業というのは一生懸命働かなくではならないという方もおられですね、楽々とお勤めの方もおられるでしょうし、ブラック企業にお勤めで辟易とされている方、または経営者で、明日も知れない、どうなるのかわからない、あるいは悠々自適なね、左内輪の生活されている方も、親のすねをかじっておられる方、いろいろいるんですけれども、どんな生き方でもいいんですよ。とにかくね、寿命が来るまでの間、生きながらえてさえいりゃいいわけです。その間、何かしてですね、時間を潰すなり、していただいたらいいわけです。私はね、こうやって、なんか、この画面の中に囲われてですね、ぐちゃぐちゃ言うとると、こういう時間の潰し方をね、素敵だと思う、ちょっと痛いところがありますんでですね、今日も一つ行ってみようかな、というところでございます。今日ね、ちょっと用があってね、朝から出かけてたのよ。で、ゴールデンウィークでしょ？ビジネス街をブラブラ歩いてて、ビジネスビルが容器あるわけです。行った先のところ辺にはね。で、昼ご飯をね、で、いつも行く食堂、よくそこ行くときはっていう食堂があるんですけれども、ゴールデンウィークで休みやったんですね。ただ、他の飲食店、フロアっていうんでしょうかね。そういうところではやってるわけです。あれ気持ち悪いね。休日ってビジネス街、オフィス街っていうのはガラーンとして誰もいない。一っ子一人いない。で、お店も何もかも飲食店でも閉まってるっていうのが常なんですけれども。なんせゴールデンウィークですからね。で、金曜日、今日はカレンダー見たら赤印じゃないんですよね。平日扱いなんです。でも、企業やいろんな、その、組織によっては、お休みであったりとか、するようで、人はね、ほとんどいないんですけれども、飲食店だけ空いてる。オフィス街っていうのは僕はね、なんか雰囲気が合うんです。なんか、勤めてはる、僕はよう勤めませんけれどもね。人らは、しんどい、大変やと思う、過酷やと思う。で、ただね、なんかね、こう、気品があるというか、まあ、建物が綺麗やわな。ああいう、そういうところは、西新宿でもそうやんか、うん。今日行ったところは西新宿ではないんですけれどもですね。そういった綺麗なビル群があるところでございまして、で、いつも行くわけじゃない飲食店はやってるわけですよ。で、いつも行く食堂はね、食べた後ちょっとぐらい、20分ぐらいってこうやって寝ててもいいんです。で、お昼寝る時が多いんですけれども、今日はね、そういうところじゃない、その飲食フロアのところの、食堂っていうんでしょうかね、大戸屋っていうの？大戸屋っていうの？大きいって書いて、と、ガラガラっと昔の開けるとあるでしょ。あれのとを書いて、大戸屋さんっていうところに行ってきたんで、全国でやってるのかな？東京都内ではようけ見るけれどもな。日本の、こう、料理から、いろいろ、鍋からいろいろあるんですけれどもね。まあ、手頃な値段で食べられる。大戸屋っていう、大戸屋っていう風に聞くな、よく。自分では大戸屋って言ってるけど、どっちでもええのかな。で、そこ行ってね、サワラかな、魚のね、酢豚あるでしょ。酢豚の魚版みたいなの食べたんですよ。美味しいね。だから、その、黒酢あんかけっていうんでしょうかね。野菜、人参とかレンコンとかこう、ぶつ切りにしてね。で、じゃがいもも入ってたな。で、サラダもあって、
サラダにかけるドレッシングもついててね、味噌汁もあるわけですよ。で、いつも行くとこよりは高いんですけれどもね、もう習慣でね、単品でね、納豆を頼んでありましたよ。僕納豆食べるんでね、そんな美味しいとは思わないよ。好きというわけではないんやけれども、あるある大事典でね、納豆一粒に5億個のなんや、納豆菌が気持ち悪い話やけれどもね、まあほんまかどうかわからん。みんな、菌なんて見たことないからな。まあ、あるある大事典の言うてることやからどうかわからんけれどもね、まあ問題になったことやしね。単品で贅沢にね、頼んでやりました。ゴージャスななんか気分でね。ものすごい大戸屋のね、納豆は糸を引いとりましたけれどもね。美味しかった。で、美味しいんやけれどもね。こうやって寝るわけにはいかないでしょ。寝てる人なんか見えひんやんか。ファミレスとかでこんなん寝てたら、お客様すいませんって言われてしまいますよ。だから、寝えへんかったんです。これがね、これが一日をね、一日の分かれ目ですね。人生の分かれ目と言っていいのかもしれない。これ寝えへんかったらえらいもんでね、その後、用事があってこう、いろいろと歩いておりますけれども、どうもね、考えがまとまらない。特に何を考えてるわけでもないんですけれどもね、ぼーっとなって、愉快ではないんです。頭の状態、が愉快ではない、心地がよろしくない、つまりその体調という点においてですね、体調がよろしくなければ気持ちも楽とか楽しいとか、気楽とかそういう気持ちではない、状態というんでしょうかね。お昼食べて寝んのなんて、横になっている時間は20分ぐらいやけど、実際寝てんのは気を失うのは10分間程度ですよ。その10分があるかないかでこれほど違うかと思い知らされましたね。今日はさっきまでずっとね、家帰ってきてもね、なんやぼーっとしてね、神経が高ぶってるみたいな、休まらんような感じでね、ずーっとですよ。昼からやからもう何？今8時やろ？だから8時間ぐらいですよ。愉快ではない、肉体の、こう、感覚っていうんでしょうかね。だから、お昼の10分がそんなに、やっぱり大切な、もんだったんだな。僕の場合、習慣となってるからね。普段の、こう、リズムがあって、そのリズムとちょっと違ったら、その後、ぐだ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 となってしまう。こういうことなんだな、というふうに思いましたね。歩いててもね、重たいんですよ、なんか。何が重たいのか分からへん。足がフラ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 するんですよね。で、それ、お昼食べた後、10分寝えへんかっただけでですよ。だから、普段、こう、寝て、で、目覚めて、じゃあ行こうかと。ものすごい、その時ね、気分がいいんですよ。その後、1、2時間、ものすごい爽快な状態になるんですよね。ロッテグリーンガムを食べた時の数数感あるでしょ。あの数数感が全身伴うみたいなね。そんな心地よさをね、普段感じてるんですけども、見事にその真逆の感覚を味わいましたね。で、ずーっとね、なんかもう、座りたいから言うて座るけれども、座ったから言うて楽になるわけでもない。で、引っ張られてるような感じがするわけですね。当たり前、引っ張られてんねんからな。引力、重力いうのがあるわけですから、この重力というのも、ほんまかな、というふうに思うんですけれどもね。まあ、この矢印の方向が下やわな。これ上いうことになってるわな。で、上は、建物やからな。天井があるわけですよ。で、下も、床っていうのがあるわけ。つまり、両側に壁があるんですね。で、せやけども、上の壁には足ついたことないんです。手もろくについたこと、7年ここ住んでおりますけども、ないな。こっちの壁にはですね、足も手も毎日毎日つき放題なわけですよ。お尻もつけるし、背中も、頭もつけるしな、全身つけるわけですよ。これは、どういうことかいな、というふうに思うんですよね。物がね、こういうの泳いでおりますけれども、目が、こう上にあって、
上、こっち側ですね。で、下が、お腹っていうんですか？で、これ、どういうことなんでしょうね。つまりね、この引っ張られるという、この、力というんですか。僕からしたら完全に超常現象ですよ。毎日毎日のことやから、皆さんは疑問に思わないでしょうし、僕も、だいぶ30何年、超常現象こうやって経験をしておりますとですね、歩いてると。つまり、足のひらが地面にくっついてるわけですよ。で、それで成り立ってると。よう向こう側に落ちひんなと思うんですよね。ピューっと向こう落ちたら上壁ないですからね。外を歩いてたら。ずーっと落ちていきますよ。下は、それは壁あるからね。落ちても大丈夫なようにこうなってあるけれどもね。これどういうことなんて、今更ながら聞いてみたいよね。皆さん方は答えるでしょう。皆さん方じゃなくても世間一般の人らは答えると思うんですよね。これ重力ですとか引力ですとか。僕はちっちゃい頃引力やと思ってたんですけれども、理科の、中学やったかな、習った時には、授業でね、重力という言葉で習いましたね。どっちでもいいんですよ。あのね、ほんまに分かってんのかと、先生も含めて、科学者はどうなんやろうな、どこまで分かってんやろうな、科学者こそ、突き詰めてるからこそ、自分で分からん部分がたくさんあるっていうのを実感して、るんちゃうかなと。で、ちょっと中学や高校やで、うる覚えで勉強したことのある人ほど、それ重力だよ。それ、落ちるんだよ、ニュートンだよ、リンゴだよ、ワシントンだよ、ワシントンの木だよ、とかいう、知ったようなこと言うかもしれませんけれどもね、引力やら重力というのはね、ただの言葉ですからね。漢字二文字であり、まあ、ひらがなにしたら五文字やけれどもやな。その概念、現象について、無理やり言葉で、漢字で、合わせて、そう言うとるだけ、そう一言で言わんと、ものがヒューってなるやんかって、言うの長いから、重力あるやんかって言ったらね、一言で済むから、それだけのもんですよ。本当にそんなもの力があるのかどうか、まあ、あるから歩いてたりとか、昼寝せへんかったら、体が重かったりとかするのかもしれないですけれどもね。皆さん、これ重力って何って言われて説明できるかおらんやろな。そんな科学者がこれ見てるわけじゃない。精神の科学者が見てはるっていうことはあると思うんですけどね。まあ、僕にはもはやね、精神の科学者は通用しないよ。物理の科学者。この人にね、こういう人にね、ちょっと対談してみたいなと思う。精神の科学者もうたくさん。精神のね、専門っていうのはで、ね、言葉のあやで何とでも言えんねん。でも物理の科学は実証せなあかんから。大変難しい。で、実証できたできへんでですね、発表、中途半端にしてもたらしてもたで、それがエンターテイメントとなって世間で騒がれてしまうわけですよ。これはね、最近の由々しき問題。で、世間の人らはそれを、キーの目で、面白おかしく、科学者が悪い、あの女の人が悪い。いやいや、あの人はかわいそうな人なんやとか。いやいや、それ以前にお前らなんとか細胞とか分かってんのかと、何にも分かってへんやろ、黙っとけというふうに思うんですけれどもね、僕は何にも分かってませんよ。これ、何皮膚、顕微鏡で見たら、おそらくは、こうなってて丸いのついてて、で、こうなってて丸いのついててがいっぱいあるいうのは顕微鏡ぐらいでは見れるやろな。で、それが細胞言われても、そんなもん後付きやんか。細かい、月片の肉付きの方、包むって書いて、それ漢字、当て字やんか。外国では何て言うんか知らんけど、それも含めてな。人が名付けるとか発見するとか以前から、いつの頃からか知らんけど、宇宙が始まった頃からか知らんけど、あるもんや。で、それを私が発見した、あなたが発見した、言うて、こう、一喜一憂こうしとるわけですけれどもね。もっともっと切っていったら、
いや、もうその皮膚でも、この布でも何でもそうですわ。あなたの持ってるパソコンでも切っていったら、これ、理科でなるてんけども、丸くなると。で、その丸の周りにちっちゃい丸が、こう、スピリチュアルテレビで今まで何十回と言うてるけれどもな。もう一回言うわ。こう言うてわーって言うてんのが気持ちええねん。それに視聴者の皆さんはただ付き合わされてるだけなんです。だから、あんまりね、正座して、拝聴するみたいな風に見ないようにね。なんかしてるついでに、もうここは見る必要はない。ミュージックステーション見てくださいね。で、なんか切っていったら丸くなると。で、その丸の周りに、なんとちっちゃい丸がね、こうやって回ってるって言うんですよね。こう原子って言って、分子であり、原子であり、何、中性子？ほんまか見たんかと。いうふうに思うんですけれどもね。じゃあ、この空間やら空気やらも玉なのかと。玉だらけの中で、よう、生き続くなとか思うんですけれども、それもね、人が言うてるだけやから、人っていうのはええ加減なもんですからね。どこまでも間が分からへんし、みんながみんな学校で習ったからそう思ってるだけで、見た人も、なんや、よ、よ、実際おらんかったりして、実際の真実は何もなかったということやったりするオチかもしれんよ、案外。人の世なんてそんなもんやんか。まあ、百歩譲って細胞あるとしよう、分子あるとしよう、原子あって中性子あるとしよう。で、ただ僕が、これだけは譲れない。地球は平らやと僕思ってるんですね。だから、あんまり端の方を行き過ぎると落ちますよ。海外旅行行こう言うて、あんまり遠く行ったら、皆さん気をつけてくださいよ。飛行機で降りるところは、飛行場は安全やろ。まあ、そんなに、果てまでは行かんと思うけれども、そっから、車やら歩きやらで、どんどんもっと、日本を線にして、どんどん進んでいったら、いつか落ちますからね。で、みんな丸いって思ってるでしょ？で、僕の言うてることまたなんか、滑稽なこと言うて面白いな、この子は、みたいなこう、とこう思ってるかもしれんけども、そんなに、あれやな。真剣になって言うほどのもんでもないわな。真剣になって言うたから伝わるかっていうと、そういうわけでもないんですよ。言葉足らずの方が案外と相手の心にグッと来たりするもんなんでね。言葉足らずで言います。地球は平らです。で、まあ、百歩譲って丸いとしよう。そうせんと話がこうまとまらへんからな。まとめる必要はないねんけれども、言いたいことがある。伝えたいことがある。そういう時はね、まとめておくと便利です。で、今この丸いの、四角に見える？こうやったら丸いかな？これが地球やとしましょうよ。ね？重力ってじゃあ、どこにあんの？皆さん答えられる？答えることはできるわな。せやけど、責任持つことはできないでしょう。で、その答えたことに関する理由を述べることもおそらくできる人はこの世の中に今いないんじゃないでしょうかね。今に限らず。で、丸いと百歩譲ってして、で、大陸はこの周りばっかりやと。中は、地下鉄とか走ってると思ってくださいね。で、地下鉄走ってるよりどんどん下に行くと、なんかこう、コアって言うんですか、熱い部分があると。分厚いっていう意味じゃなく、温度が熱々熱いの熱いね。まか分からんけど、だから砂まみれのとこがあるわけですよ。埋められとるとこがあるわけだ、地球の真ん中は。多分ね、僕はね、丸いとしたらそれはそれで地底人とかおるんちゃうかとか思うけれども、平らで、どんどん下行ったら、平らの地下に地底人はおると僕は思ってるんですけどもね。丸くておるという説も唱えてもいいかな。で、じゃあその地球の、例えば丸のど真ん中が、何、重力なり引力なりの力がそっから働いてるとしたら、そこに引き付け、真ん中に引き付けられるために、普段我々は地面を、
足のひらつけて歩いたりとか、物がこう、冷蔵庫ドーン思い切り開けたら、卵パーンを下に落ちて、上に上がらんと下に落ちてね、うわぁ、やってもたと。あれね、ティッシュでなんぼ拭いてもね、白身はね、残っとるわけですよ。だからティッシュに水つけてね、何回もゴシ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 言うかせなあかんわけですよ。で、一喜一憂するわけです。高いところ登って大工さんなんか大変な仕事やな、あれ。ビルの、それこそオフィスのビルの窓拭きなんか何十メートルもゴンドラで上がってね。時々笹塚でも今駅前マンション、作ってるんですよ。反対運動とかもあるんかどうかようわからへんけれどもね、マンション建てるにしても、あんなバカでかいビルとかさ、ほんまに生身の人間が作ってんのかなって思うよね。ガリバーみたいなのがおって、粘土細工みたいな感じで作って、はいって渡してるんじゃないかというふうに僕は思ってるんですけど、物理的に常識で考えて無理じゃないかと、いうふうに僕は本気で思ってますけれどもね。で、ビル建てるにしても、マンション建てるにしても、なんかね、クレーンあるやんか。こんな中に人が乗って操縦して、で、グオーンってなんか棒みたいなんか出て、下、糸がブラーンブラーンってなって、いかりみたいなんがついててね。で、鉄筋をそれでググ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 グって運んで、みたいな。で、それがようバランス崩して落ちて、下に人がおって死ぬとかようニュースでなってるやんか、日本全国で。やっぱりね、人のやることですからね、やっぱり、いろいろと大変なんでしょうね。時間が限られてたりとか。あと、利益の問題やな、人が雇うのお金がかかるとか、あとは技術の問題やな。もう、興味ね、飽和の、社会じゃないですか。食べ物いくらでもある、飲み物も。で、生活もいくらでも整うような社会でね。あえてきつい仕事、大変な、責任の伴う仕事、体力の使う力仕事であるとか、わざわざ選ぶ人もこう少なくなってきたということもあってですね、技術を継承する人がなかなか、育つことが困難であるという点も含めて、やっぱり、興味、大変なお仕事に関してほど、スケールの大きい仕事ほどですね、事故が最近目立っている。それで命がですね、脅かされるということがある。じゃあ最初からそんな大規模なことはあんまり、せんでええんじゃないかと、もうここまで来たんやから、これ以上何の贅沢があんねんというふうに思うんですけれどもね。で、そうやってクレーンとかね、いろいろ、クレーンで持ち上げなあかんのも、下から引っ張られるからやねん。重たいもん、鉄なんかめちゃめちゃ引っ張られるやんか。例えば、台所にあるスポンジの皿洗うやつなんかあんなもん、ふわーっと、ちょっとしか引っ張られへんやん。確かに引っ張られてるから台所の隅に置いとけんねんで。石鹸でもな。せやけども、俗に言う軽いというやつですね。グラムとかキログラムとか、そういう単位で、後に人が作ったね、そういう単位で測ることができる。なんで、重さっていうふうに、我々は概念としては捉えてるけれども、そうではない。実際は、どんだけ引っ張られるかっていう、引っ張られ度ですわな。密度。これも理科の時間になると。金は一番密度が高いらしい。金持ったことないから知らんけど、重たいらしい。重たいいうことはめちゃめちゃ引っ張られんやろ。ということはよ、重力っていうのは、金ピカなもんが好きやいうことかな。どん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 引っ張るわけでしょ。鉄とか金とか、そういったなんかこう殺風景で、なんか冷たいもんほど、地球なりその重力さんなりは、お好きであると、いうことなんでしょうかね。よくわかんないけど、そこのところはね。本当に地球のその真ん中なのか？ひょっとしたら端の方かもしれんで、というのは、オリンピック4年に一度各地で開催されますわね。で、その時にね、
種目によっては、この国でやったら、この寒い国でやったら、この記録が伸びるけども、ここでやったらあんまり伸びひんとか、そういうのがあるらしい。で、詳しいことは知らんけども、野球でもね、甲子園でやったらなんか、ホームランのラッキーゾーンがあるとか、あれもおかしな話で、球場によって、そんなもん、大きさやら、東京ドームなんか、ポーンと上げたら、ふわふわふわっと飛んでいって、ホームランに なりやすいらしいなんか、なもん、そんなおかしなことあるかというふうに、いいんかというふうに思うんですけれどもね。それやったら打率何割何分何厘とか、そしてチームによって違うジャイアンツが強いの当たり前やないかというふうに思うんですけれどもね。滑稽な種目やなというふうに思いますけれども。国によって重力ってやっぱり違う。で、山に登ったら、軽くなるのか重くなるのかよう分からへんねんけど、まあ寒くなるわな。で、地球の中心より離れるから軽くなるのかな。じゃあ、ものすごい山、エベレストの何百倍の山やったら、ものすごい軽くなるのかな？ふわふわって飛ぶんかな？大気圏とか行って熱い熱い熱いとかなるから、熱い熱いってなって、その勢いでズーン下がってくるかな？まあいろいろ想像は尽きないんですけれども、大気圏なんてのも人が勝手に言ってるだけやから、上がったことないからほんまにやんのかどうかわかりませんけれどもね。まあ不思議な話ですわ。で、重力というのがあると。日替わりでいろんな方になったら面白いのね。地球の気まぐれで、今日は重力、日本の真下にあると。しんどいで、これ日本人、働き詰めでな、毎日毎日、働きありのようにですね、高度性、経済成長も過ぎたのにですね、一生懸命一生懸命やってんのに、どういうわけかその日だけめちゃめちゃ体重いから、みんなもう、ミスのしまくりでですね、米屋さん米持ってもね、運ぼう思ってももう、バイク、スクーターの後ろ乗せる前にズーンともう地面に落としてしまうとかですね。一方、その、日本の下ってどのあたりや？暑い国かな？ようわからんけど、なんか、ラテン系の国かな？で、そういうところでは、ね、ただでさえ、暑いかどうかわからんけども、しかも重力も、今日だけはないから、もうふわふわして踊りまくってですね、結局どっちの国も働かへんみたいなね、ことになったりするんじゃないかと。で、地球を離れてですね、空中に重力が移ったりしたら、これはこれで面白いんちゃうかなと。今日は、北極の、500メートル上に、重力が、待っとりますと。重力予報、天気予報みたいな感じでですね。皆さん気をつけてください言うてね。もう日本人みんなもう飛び上がってしまうよね。もう、だから、地面に、そうか、机とかにしがみついたらええかなとか思うんだけど、机も浮き上がってしまうからな。どうしようもないよな。だから、公園とか行って鉄棒とか植わっているものにもガッて体結びつけてですね。でも、その植わっている土も上上がってまうからな。北極の500メートル上空にどん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 。だから、北朝鮮なんかですね、スイッチ押してないのにどん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 ミサイルがですね、打ち上げられてしまうわけですよ。北極の500メートル上空に、その衝撃でですね、北極が熱くなってですね、どん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 温暖化になって上昇して、水圧がね、水の高さが上昇してですね、えらいことになると。北の方は大洪水になるとか、そういういろんな、面白いなと思う反面、やっぱり物理的にね、こうなればああなる。あっちを立てればこっちが立たない。これがね、やっぱり三次元のままならない世界であるな、というふうに思うんですけれどもね。そうそう、重力といえば、面白い、ニュースを、ミクシーニュースで最近見ましてね。何やったっけね。ピッチドロップ実験って皆さんご存知ですか？あまり、その名前浸透してないと思う。この間、数日前に、ミクシーをね、携帯で見てたら、ミクシーの下の方にニュースがいっぱい出るんですよ。バカなニュースばっかり出るんですけど、
チドロップ実験に失敗、成功はしてるんやけれども、なんか、研究者、見学する人が失敗したみたいなニュースがあって、画像で見せるとね、これ外国の話なんですけどね。外国人のおっちゃんがおるでしょ。で、その横に、右側にですね、ガラスのケースがあって、そのケースの中に、ロートって言うんですかね。ロート製薬のロートとはまだ違うんですけれども。その中になんかこう、炭みたいな黒いのが入ってて、今にもその下のビーカーに垂れそうになってるでしょ。これをピッチドロップ実験って言うんです。ピッチっていうのは、何やったかいな。ピッチっていうのは、なんかこの黒い液体のことですわ。で、ドロップっていうのは落ちるということ。これを落とすことがなんで実験として成り立つのかと。何が面白いねんっていうことなんですけれどもね。ちょっと読んでみますね。ピッチドロップは、ピッチと呼ばれる極めてネバネバする、粘着性の高い液体化合物を落とすこと。これによる実験で、1927年にクイーンズランド大学のトーマス・パーネル教授によって開始されました。1927年に開始された。ただ落とすだけの、落とすのじーっと見てるだけの実験よ。ただの黒い液体を。1927年言うたら、今が2014年やから、90年ぐらい前か。長いことやってんのね。ハンマーで叩くと粉々に砕けるピッチという粘着性もややある、もの。一見すると固体ですが、液体であることを学生に実証するために実験はスタートしたんですって。実験内容は極めてシンプル。ピッチをロートに入れて、その雫を観察するだけというもの。しかし、この観察するだけという作業は極めて困難な苦行でもありました。なぜなら、水の1000億倍の粘土を持つ。粘土っていう、こねる粘土っていうことじゃなく、それも粘土やねんけども、粘着性ね。水の1000億倍の粘着性を持つピッチが雫として垂れるのは、なんと約10年に一度のみ。そんな液体があるんですね。その決定的瞬間を見逃せば、10年間ひたすら待ちぼうけする羽目になるという恐ろしい世界なのです。要はポトーンって落ちるのはほんの瞬間やな。で、ドモホルンリンクのコマーシャルでもあるやんか。江守、徹のナレーションでね、ドモホルンリンクには、雫を一日中垂れていくのを眺めるだけの仕事があります、言うて、マスクしてね、最新刊製薬の化粧品のコマーシャルですわ。01204444444のやつ。あれで、今見せたロートみたいなのに水がポトンポトンと定期的に垂れていくと、それを一日中見守り続けるだけの仕事が最終三眼製薬ではあるんですって。気苦しそうなるやろね。単純作業ほどですね、単純そうに見えて憧れるんですけれども、僕も単純作業、いろんな、東大阪出身で、東大阪世界一の町工場ですからね、いろんな単純作業やってみましたけど、ダメですね。単純作業は一番楽で、一番こう、幸せな人生迎えることができるやろうと思ったら真逆でしたね。これはもう時間が経ったね、単純作業。僕もね、東大阪の町工場いろんなとこでね、単純作業しましたけどもね、任天堂のゲームキューブっていう、当時2000年代か、なんかこう、四角い、ハードがあるわけで、ゲーム機がね、その部品とか、あるいはソフトを入れるケースが傷ないか見ては、ビニール袋に入れて、で、ビニール袋にどんどん入れて、傷あったらこれ、傷とかね、ゲームキューブの、ポーンって押したら、パカッと開いて CD 入れる、CD のゲーム機を入れる、その蓋の部分ね、バリ言うてね、手袋でこう触るわけですよ。で、ちょっと出っ張ってるな。これはもう、あかんな、言うて、不良品やな、言うて。
で、そういうのを、こう、箱に一生懸命詰めてですね、傷ないように、こう、ニンテンドーの、どっか工場に、丁重に送るみたいな仕事とかしない。まあ、あるいはね、油まみれの何かこう、自動車に使うネジをですね、太いネジを、傷がないかどうか見て、箱に詰めて、見て箱に詰めて、それを一日中やると。これもね、時間が経たない。4日間ぐらい朝からやってんちゃうかって思うぐらい耐えられない仕事ですよ。眠たくなりますしね。で、このピッチドロップ実験は一千億倍水のね、10年間ひたすら待ちぼうけする羽目になる。このピチョーンの一滴、一瞬のそれを見逃したら、パーネル博士は1948年に死去したんですって、学生に見せよう思って。だから、1927年に実験スタートしたから、1滴が2滴ぐらいや。それで見せて、それも学生も10年間、学校におるわけちゃうから、そこまでは留年せえへんやろ、いくらバカでもな。同窓会とかで集まって、でもその世紀の一瞬をその瞬間に見れるわけじゃないやろうからな。集まった瞬間にピチョーンなんて落ちてくれませんから、大自然は待ってくれませんからね。ビデオなどに撮ったんやろな。で、それ見せたんやろ。決定的瞬間に立ち会えるチャンスが、パーネル博士、1948年死去するまでにチャンスが3度あったものの、目にしたのは全て垂れ落ちた後のピッチだったということです。そらそうやろね。仕事もあるしな、ずーっと見てるわけにはいかんやんか。最瞬間制約に任せたらどうや、そのピッチドロップ実験は。二代目研究主にメインストーン博士。いうのがおりましてね。今興味があったら、ぜひこれご覧の方、パソコンでご覧やと思うんで、カタカナでピッチドロップってやって検索してみてください。いろいろ出ると思います。で、パーネル博士亡き後にピッチドロップ実験を引き継いだのが、ゴーってどこの国や、ゴー州のゴー、クイーンズランド大学教授のジョン・メインストーン博士でした。メインストーン博士はピッチドロップが落ちるし、決定的瞬間を自らの目で見ようとチャレンジするものの、この失敗は、ことごとく挑戦失敗します。1979年の瞬間では、メインストーン博士は毎週日曜恒例のキャンプに出かけており失敗。キャンプ中に落ちたんですね。ああ、これは後悔するでしょうね。キャンプ楽しかったのに、ね、一緒に行った人らを多分翌日には恨む羽目になったでしょうね。逆恨みもいいとこやけどもね、一緒に行った人らも。1988年の瞬間は、ピッチ落下のわずか5分後に研究室に到着するという運命のすれ違い。なんでそんな、本当に神様というのはいたずらがお好きですね。まあ神様僕はいないと思ってますけれどもね。おらんからこそ、やっぱり見られへんねんなと。おったら、神様おったらね。まあそんな頑張ってんやったら一滴ぐらい見せたろか言うて、うまいこと時間配分するやんか。タイミングよく。それがせえへん言うことはやっぱり神様いないということでいいんじゃないでしょうかね。その後、メインストーン博士は肉眼でなくてもいいから落下の瞬間が見たいと思ったのか、ピッチドロップをカメラで撮影しつつその時を待ちます。さです。それを先にせよというふうに思いますけどもね。まあ、昔はね、ビデオとかカメラとかそういうの普及しておりませんからね。まだ、技術が発達しておりませんから、今ほどは。そして訪れた2000年の瞬間は、技術的なトラブルで、フィルムには何も映っていなかったという痛恨のミス。2000年に決定的瞬間を逃して以来、すでに13年が経っているのに、約10年に1滴落ちるはずのピッチがなかなか垂れ落ちず、その結果、トリニティカレッジに先を越されてしまったのです。ああ、じゃあ別のどっか大学でも実験してたんやろな。へえ。ちなみにメインストーン博士は今年初めに年内に次の一滴が落ちるだろうと語っていたとのこと。どこまでもメインストーン博士泣かせなピッチなのでした。それならば世界で初めて決定的瞬間を肉眼で見てやるとメインストーン博士が野心に燃えていたかどうかわかりませんが、ついにその野望は今の文章いらんよな。ミクシーニュースアホやな。それならば、世界で初めて決定的瞬間を肉眼で見てやると、メインストーン博士が野心に燃えていたかどうかはわかりませんが、ってこういうふうに書いたら面白いかなと思ったやろな、作家の人も。作家いうのも大変やで。小説を書こうとか、自分の意図するものを、どん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 湧き上がってくるものを文章にしようと思ってね。
夢見て、こう、いろんな、なんかこう、直木賞やら何やらに応募するわけですけれども、やっぱりね、なかなか文章にして人に伝える衝撃を与えるっていうのはね、難しいね。独りよがりになってしまうんですよね。僕もね、どんな能力があっても、作家と、漫画家と、には、ならない、ようにしようかなと。どんな能力もないですけどもね。なぜならば、作家も漫画家も、描いた瞬間、それは自分の中で色あせるでしょ。読者には色あせないんですよ。いつまでも面白いんです。こち亀なんか今、僕、100巻以上持ってますけど、未だに面白い。面白いものは何度見ても面白いんですけど、僕はその、文字とか絵とかでの表現っていうのは、特にしたことはないけれども、何かをする、生み出すみたいなことを、する機会っていうのはいっぱいあるわけですよ。で、それがもし文字やら絵やらに残るとしたら、あまりにも強烈に全て一言一句残るじゃないですか。となると、もう書き上げた瞬間に、それはもう過去の自分ではものなんですよね。それより明らかに書き終わった瞬間の自分って進化してるから、これ漫画家の人とかね、文章書く人はね、わかると思うんですよ。過去の自分の作品って見たくないでしょ。読者はいくらでも見る。金払ってでも見るわけですよ。でも、自分としては、それは過去の自分であって、それはよりも進化しているわけですから、見返してもしょうがないっていうのがあるわけですよね。で、僕もこうやって喋っておりますけれども、過去の見返さないんです、あんまりね。見返してもしょうがないと。でも、発展はしていないんですけれどもね、僕の場合は。3年前の見ても、先週の見ても、何ら変わりがございませんのでですね。偉大なるマンネリということでございますけれどもね。何の話？そうそう。ピッチドロップの話や。メインストーン博士は、肉眼で見るというのを、実現することなくこの世を去ったということです。現在、ピッチドロップ実験は、9滴目のピッチが落ちる瞬間を捉えるため、3台のウェブカメラを使って常時監視が続けられています。ピッチドロップの残量からは、あと100年近く実験の継続が予測されていますが、果たして、決定的瞬間を肉眼で捉える世界一幸運な研究者が現れるのか興味深いところです。おそらくウェブカメラいうことは、全世界にずっと発信されてるんやと思います。もし今、お暇な方とかですね、お時間のある方、ピッチドロップで検索してネットサーフィンしていってみてください。今現在の、どんだけ落ちかけてるかっていうのが、多分ウェブカメラ3台やったらあるんでしょう。で、ひょっとしたら、今見た瞬間にポトーンと落ちるかもしれんよ。それを見たところで何がある言うわけではないけれどもね。10年に、それこそ1秒とかやろう。10年間に1秒って。365日やろ？ 3650 日やろ？ 1 日が60、24時間、24時間、1時間が60分、1分が60秒。もう分かれんわ。ものすごい秒ですわ。10年間、ものすごい秒分の位置ですよ。それがあと見られるかもしれない。僕もね、見てみたいなと思います。まあ、どっちにしても、落ちた瞬間ニュースにはなるでしょうけど、まあ、テレビとか、新聞とか、大々的なニュースにはならんと思うのね。かったい液体がピチョーンと落ちました。それだけのことやからな。何の、発展性もない。ただ、10年に、一瞬のその時が訪れましたと。これを、やっぱりね、その瞬間、肉眼で立ち会えた人っていうのは、やっぱり何かね、すごい願いが叶うとかあるんじゃないかなと思います。でも叶わんにしてもそれ見れただけでもね、十分、幸せというか、一生ものをもう使い果たしてしまうんじゃないかなと。その後、いくら宝くじ買っても当たらんかもしれんし、10年に一瞬のその瞬間を見れたからこそ願いが叶って宝くじが当たるのかもしれないけれどもね。まあ、わからんけど、こんな面白い、こんな本当に無意味なことを、というかね、僕こういうの大好きなんですよ。
何の進化もないけれども、うまいことその奇遇性っていうんでしょうかね。珍しさとか、で、人を引きつけてですね、うまいこと経済活動に乗っけて、こうやって海を越えてですね、ニュースにもなって、ウェブカメラで今はもう監視されていると。こういうの面白いですね。僕もね、ウェブカメラどんなんか見てみようかななんて思います。皆さんは何か決定的な瞬間を目撃したことってありますでしょうね。僕ないんですよね。何にもないんですよ。何を見たこともない。やっぱりね、それはそれで幸せなことやなと。見なくてもいいもんは、見ないに越したことはね、一生見んで済むんやったら、それも人生かなというふうに思います。僕は視力がね、あんまりよろしくない。小学校の時は1.5あったんですけれどもね、あれ1.5とか2.0とか、もうちょっと高い値からやれよと。100点満点でやれよと。ギニアに住んでる人とか、オスマン三根の、何点なんぼとかを100と基準して、で、もう光しか見えへん状態を1としてやね。それでやれよと。1.5やら2やら言われたら、もうそれより悪かったら0点なんぼ、0点なんぼ、0点なんぼしかないやないかというふうに思うんですけれどもね。で、僕は1.5あって、どっちかというと普通というかいい方をやったんですけれどもね。小学校、高学年あたりからかな。ファミコン買ってもろてですね、ファミコンばっかりやってたら、どん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 視力がね、落ちていって、それでも、メガネもコンタクトも一切せずに、未だにこう、生活しておりますけれどもね。で、だからどんだけ悪いのかっていうのわかんないわけですよ、普段。で、おそらく世間的に見れば、ものすごいぼやけて見えてる方なんでしょうね、僕の視界は。比べたことないからどんだけぼやけてんのか分からんけれどもね。それはそれでね、楽しいですよ。あんまり何もかもね、世の中が鮮明に見えるよりもですね、ふわーっとぼやけてね、高いとこから夜景をね、見たときにですね、大自然の夜景でもいいし、都会の、夜景でもいいわけですよ。こう、バーンとこう、眺めてるとですね、綺麗じゃないですか。実際そこで、おる人らは過酷な生活かもしれへん。いろんなことに追われてるかもしれへん。でも、それ見えへんわけですよ。もうあんまりにもぼやけてね、上から見てるわけやから。ただ、真っ暗で、電気がついて、なんかこう、非常におしゃれに見える。ね。やっぱりね、物事というのはですね、直視するよりもですね、ゆっくりとこう、遠くから眺める、そのぐらいがね、ちょっと目悪いぐらいが、一番幸せなんじゃないかなと。その点ではね、僕は非常に恵まれとるなというふうに思ったりもしますけれどもね。だけど、運転する人とかね、そういうのはちゃんと管理しないといけないですよ。メガネをかけてですね、現実的なことをする場合は、もう、現実をこれでもかというぐらい直視する、そういうね、視力で、ぜひ臨んでくださいね。で、どうでもええような、瞬間、時間帯とか。僕は年がら年中どうでもええ生き方をしておりますんで、もう年がら年中ぼやぼやですけれどもね。そういう人は、こういう生き方もありかな、という感じでございます。せやけれども、このピッチドロップって何やねんやろ、これ。ウィキペディアとか載ってんちゃうか？はい、見つけました。ピッチドロップ実験。ピッチの流れを観察するために非常に長期にわたって行われる実験。ピッチとは非常に粘着性が高く固体に見えるような物質を指す総称。総称いうことは、ピッチっていう、ナノ固体っていう限定されたものって言うんじゃないんでしょうね。酸化マグネシウムとか塩化ビニールとかそういうことじゃないんでしょう。なんかこう、非常に硬い液体のことをピッチと俗に言うてるんかなというふうに、思うんですけれども、僕科学者でも勉強したわけでも何でもないんでね、わかりませんけれども。せやけれども、10年に一滴落ちるのを液体というふうに、
どこまでが液体なんか、それも言葉のあやですよね。固体、液体、どっちも二文字ですよ。で、どうなったら固体、どうなったら液体、それも後に人が勝手に考えたことですからね。例えば、濡れおかきってあるでしょ。おかきって噛んだらカリッとして美味しいですけど、濡れおかきってふにゃふにゃなんですよね。だから、おかき食べた後、残りのおかきを袋に入れて、あんまりゴムで強く結ばんとですね、それは置いといたと。で、一週間ぐらい経ってから食べて、ちょっとふにゃふにゃやなと。そういう状態ですよね。湿気。目に見えない、これもほんまかどうかわからんけど、水が上に煙で上がって、煙がこう舞っとるんでしょ、普段。で、それがおかきの中にも乗り移るんでしょ、なんか磁場ぐらいみたいに。ほんで、年を食べたらふにゃふにゃになると。これほんまかなと。漫画の世界やがなと。いうふうに思うんですけれどもね。まあそういうふうに信じられてる定説となっておりますんで、まあ湿気というのがあるとしましょう。見たことないけれどもね、おかきはあるんです。おかきは見たことも食べたこともありますからね。カリカリですから。で、例えば、そんなんさ、10年に1滴やったら、濡れおかきをロートに入れといても食べるんちゃう？って思うんですけれどもね。で、この間、おもちゃの話をなんか、先週やったか、先々週やったか、僕したと思うんですけれども。で、その時にね、鶴瓶っていうおもちゃが昔ありましてっていう話をしたんですよ。野村陶井のね、うなぎ小僧鶴瓶ってご存知ですかね。こうやってね、つる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 、なんかこう、なんか、スライムを、あったでしょ、昔スライムって。ドラクエのスライムやなく、それより前に流行った、緑色のバケツみたいなのに入った緑色の液体ですわ。何をするわけでもなく、ネバネバで気持ち悪いな、言うて、そうやって触って遊ぶスライムね。それがビニールに入ってるみたいな、感じの鶴瓶、野村陶井が出してたね、やつがあるんですよ。握っても握っても逃げていくみたいな。そんなんでも入れといたら、ロートポタンと落ちるんちゃうか？あれ固体やけれどもな。固体なのか、それもね、定義づけてるだけであって、大自然の中には液体も固体も、中間点なんてないんですよね。多分。で、例えば冬にね、寒い、で、外に出て、息が白い。で、室内に入って、窓に向かって、はーってやったら、水滴ができるでしょ。あれも、じゃあ、どの状態まで来たら、水滴とみなすか、どの状態やったら、まだ気体のままなのか。そんなことね、大自然はね、どうでもいいんやと思いますよ。後に人がごちゃごちゃ言うてるだけでね。濡れてると。あるいは、息が白いと。息が白いけれども、だんだん濡れてくるんやと、その程度ですよね。せやけれども、このピッチドロップ実験はね、今度、いつ落ちるの？ 9 滴目？あと100年近く実験の継続が予想されていますが、これ、戦争が起きひんかったら、ガラスケースのところにね、起きたら起きたで避難させるでしょうけれども、持っていくときに、そーっと持っていかんと、衝撃でポトンって垂らしてしまうでしょうからね。今、だから8滴、この100年、この90年でまだ8滴しか落ちてない。もう9滴目は落ちてもいい10年に来てんのに、未だに落ちてない。やっぱり、だんだん固まってくるのか、それとも、もう、時間が経つと、反比例というかね、グラフで言うとこういう感じのね、ことなのかなと。だんだん、落ちにくくなってくるみたいなことなのかなと。いいですね。こういう、本当にどうでもいい学生に、これ液体なんやでっていうのを向きになって見せるためだけにやったこの実験が、100年にわたって続いて、この後100年にやる予定であると。このバカバカしたね、大学の人らがやるこの、大学の人がやってるから、こうやってニュース、マスコミでも取り上げられるんであって、これ僕がやってたら、誰も見向きもしないでしょうけれどもね。スピリチュアルテレビのご覧の方々はですね、ユニークな方が多いんでですね、ずっと見守ってくださるかもしれないですけれどもね。僕はこんな、
天魔のかかる実験はしませんけれども、天魔のかからないこういう意味のない喋、ることはどれほど続くんかという実験をですね、これからもしてまいりますんでですね、来週も一つよろしくお願いいたします。ということで今週もありがとうございました。どのくらい時間経ってしまいましたでしょう。もう9時を回ってしまいましたね。チャットを読ませていただきます。チャットもね、皆さん、書いてくださっているのに一切触れずにすいません。ご好意でね、いろいろ書いてくださっているんですけれどもですね。カナリアさん、前田由香さん、シオンエツカさん、KKY さん、KKY さんお久しぶりでございます。チャットを参加していただいてありがとうございます。ノーネームさん、いつもありがとうございます。ジュンリンさん、こんばんは。ガイアさん、今日もありがとうございます。ここ1ヶ月ぐらいリアルタイムで見て、そうですか。ガイアさんはね、ガイアさん、イッシーさん、カッコイッシーさん、どっちやねんという話ですけれどもね。ガイアさん、ガイアっていう字を見ると、ミクシーのね、画面を思い出すんです。ミクシーの画面のね、時々つぶやいてある。あれをね、思い出します。ガイアって言ってドラゴンクエスト3でですね、バルモスを倒した後にガイアの大穴っていうところに落ちるんですけれどもね。で、その後、アリア班のドラクエ1の世界に行って、ドラクエ1より以前の歴史やったということで、大魔王ゾーマが実は一番のドラクエシリーズでは最初の悪魔なんですけれどもね。人の像がこう、魔となって、姿形となってゾーマとなると。こういう話なんですけどね。ガイアの、そうそう、ガイアの夜明けとかあるじゃないですか。番組ね、テレビ東京の。もう、蟹江啓三さん亡くならはったけどもね。惜しいね。鬼平犯科帳スペシャルでずっと見てたのよ。で、YouTube でもなんか見放題なのよ。いっぱいアップされてんのよね。見ていいんかどうかわからへんけどもね。やっぱりね、小草の組八夫役をね、密偵としてやってあるんですけれども、もう、マサさんしかいなくなってしまいましたよね。カジメイコさんしか。では、猫八さんもね、もう、とうにお亡くなりになってますからね。もう、寂しい限りですよね。鬼平。だからね、みんな生きてる間にですね、ぜひスペシャル、一つでも二つでも多くですね、中村吉右衛門さんの元気なうちにですね、作っていただきたいなというふうに思いますけれども、テレビ東京のガイアの夜明けっていう番組の予告とかを見るたびに、ガイアっていう文字を見るたびにガイアさんをね、思い出します。思い出しますって言っても、姿形を拝見したことないのでわからないですけどもね、スピリチュアルテレビ、そして、ミクシーで繋がっている、いただいているガイアさん、いうことをね、バーッと思い出すんですけれども。前田由香さん、お話聞きながら、左下のいろいろトピックスで本を注文してみました。ということでね。この下のトピックスでこう本を注文すると、スピリチュアルテレビに何ぼか入るらしいですね。何ぼか入ってもビビたるお金でしょうけれどもね。だから、何か寄付したいと、気持ちだけでもっていうことであれば、ぜひね、下の本を何も買わなあかんっていうことじゃなく、下の本、をクリックしてそっからサーフィンしていってアマゾンで他のなんか自分の欲しいもん買うでもスピリチュアルテレビと関係ないもん買うでもおそらくパーセンテージ僕はスピリチュアルテレビ何千円に1円とか何円5円とか入るんじゃないでしょうかね。多分そういうシステムにうまいことなってるんちゃうかな。ノネムさん、ゴロさん、もしも本を出すならどんな内容にしたいですか。時期によるんですよね。僕ね、なんとか期、なんとか期、なんとか期って分かれるんですよ。僕のこの、時期っていうのが。例えば、その、僕の人生の、今現在リアルタイムでやってる中の一部としてスピリチュアルテレビっていうのもあります。毎週ね。これはほんの一部です。これをやるために生きてるわけでも、これしかやってないわけでもない。で、年がら年中こればっかりですね、正月からボンクレまで24時間ずっとこれ毎日毎日やってるわけじゃないんです。で、だからビビってあるもんですよ。この、行いっていうのは、そのスケール、パーセンテージからしたらね。そやけれども、これ、非常に大切な、有意義な時間ですけどもね、なんせ意味のないことを喋るっていうことですからね、僕は、くだらないことと意味のないことと何も生まないことっていうのが大好きですからね。最もかけがえのない行動なんですけど、ここで1時間喋るっていうのがもう1時間超えておりますけども。で、この、段階でももう2つのシーズンに分かれてるんですよ。
スピリチュアルテレビで僕がやることっていうのは、一つは月曜の朝、カード引いてやってたわね。あの時は、もっともらしく自分のね、概念をこう喋ったりとかですね、格言めいたことを言うてみたり、先生のふりしとかんとね、長くこう、いさしてもらうためにはですね、そういうことも必要でございますから。あと、この世とはあの世とはと、生きるとはと、そういう概念の話が好きですから、そういう話したらスピリチュアルやというふうに勘違いされてですね、ちやほやされるというのがありましたんで、そういうのをずっと一年半ほどやった。で、最近始めたこの金曜の夜のやつはですね、もうそれはシーズン1で終わったんです。もう。で、もういいんです。散々やったんで、これ以上その概念についての、この世についての話とかっていうのは、もうないんです。ないって言っても、ご覧になった方は、最近ご覧になった方は、もうご覧、その時の僕を見てないでしょうから、お分かりにならないでしょうけれども、僕さえ満足したらいいという、自己中心的な生き方なんでね。で、だから同じ話は特にしないんですけれども。で、ここずっと今、週末にこれ喋っておりますのは、とにかくね、その概念とか生きるとはということについて追求するのが好きっていうのと、あとその、今も言ったように何も生まない、発生させない、この世のダニとかす、ゴミとかすっていうのが僕は大好きなんですね。生まれた以上はですね、この経済社会の足を引っ張ってですね、たくさんの人に迷惑になって、迷惑かけまくって死にたいっていう思いが、少なからずあるんでですね、人の役になんか立てたまるかと、社会の役に立ってたまるかゴミクズと化してですね、煙たがられていけたらなと。いうふうに、社会の役に立ったところで、その大自然にとっては大迷惑かもしれないよ、結構。会社でバリバリ働いたところでですね、会社のためにはなるやけども、そう会社は相対的に見て経済社会にとっても役に立つかもしれない、百歩譲ってね。ところが、この経済社会というのが、自然にとってですね、いいものかと。案外、ピッチドロップ実験みたいなのがですね、大自然にとっては非常に喜んだりしてるんじゃないか？大学の先生というものが、こんな、自然の基本的な実験をしてくれてるということで、自然は喜んでくれるんじゃが、そういうピッチドロップ実験がね、流行ったらですね、災害とかもですね、収まってくれるんじゃないか。地球もですね、重力もかけることなくですね、月みたいに何分の1かになって、ふわふわ飛べるように生きていけるんじゃないかと思ったりもしますけれどもね。だが、自然を味方につけるっていうのは、フロンガスが使わへんとかそういうことじゃなく、やっぱり気持ちの問題ちゃうかと、お互い。いうふうに思ったりもしますけれどもね。うん、話がそれたな。ゴロさん、もしも本を出すならどんな内容にしたいですか？だからね、2年前、3年前やったら概念についての本でしょうね。今やったら意味のないことを本にしたいですね。具体的には、今、特に、追求してないんでわかりませんけども、まあ、1日も追求すれば、全容は出てくると思います。追求したら何でも出てくるんです。この不思議の中っていうのはね。本当にね、なんかこう面白いですよ。おもちゃ箱が命持ってるみたいな感じですね。で、意味がないことは素晴らしいとか、意味がないことは意味がないんだっていう教え的なことを読者に分からせようとしません。本当に意味のない、何やこれはっていうような本にしてですね。売ろうにもブックオフにもって言ってもそんなんぼにもならないし困ったなっていうようなですね、人を困らせるような本をね、作れたらななんて思いますね。うん、しんのすけさん、こんばんは。クリアさん、こんばんは。クリアさん、そんなね、ピッチドロップ実験で、博士が、キャンプ行ってる間に、ポトンと落ちると、そんな、偶然が起こるなんて、神様はいたずら好きだな、ということでね、おるとしたらいたずら、かなり性格悪いね。うん。しんのすけさん、以前自分が赤として認識している色は、他の人が見ても自分が認識している色と同じなのだろうか？もしかして自分が、青と認識している色を他の人は赤として認識しているやりしないのだろうかと考えたことがあります。これって永遠に証明なんかできませんよね。何が真実なのかも同様ですね。ということで、僕もね、色ではないんですが、しんのすけさんのようにね、僕は言葉で思うことは多々あります。僕がこうやって喋ってるんですけれども、この喋ってることが、
果たして伝わっているのかどうか、意味を意味として伝わっているのか。だから僕今こうして喋っておりますけども、例えばね、憲法9条改正を賛成しますとか、あるいは反対しますとか、そういうことをダイレクトに憲法9条賛成とか反対とかいうふうに言うてるように聞こえてるたりするんじゃないかと。もう全然関係のない。僕だけが日本語はこうやというふうに思ってみたいな。他の人は全員違ってて。だからみんながこう、人におたりなんかしたら笑顔になってくれますけれども、笑顔になるイコールその人としてはめちゃめちゃ怒ってるっていうことやったりするんじゃないかとかね。そんなこと考えたらきりないですけども。まあ、意味合いは大概一緒なんやろうと思いますけどもね。同じ人間やからね。人間なんてね、能力っていうのはさほど変わらない。寝たり起きたり、ご飯食べてトイレ行って歯磨いて風呂入ってですね。どんぐりの背比べですよ。だから、大して人間には、その点動物、他の動物分かりやすいですよね。ライオンに向かっていくら、意味のないことを喋ろうが、理屈で論破しようが、通じないですからね。うわーっと襲われて終わりですからね。分かりやすいですけれども。クリアンさん。ある程度相手もそうだろうなという根拠のない自信を持って生活するしかないんですよねという、そういうことですよね。前田由佳さん。クリアンさん、ミキプルーンもピッチっぽいですね。ミキプルーンを風呂に入れるという話を聞いたことがあります。ミキプルーンといえば中井貴一ですけれどもね。中井貴一といえば DC カードですけども。ミキプルーンって僕食べたことも手に取ったこともないんですけれども。昔から僕が小学生以前保育園行ってた頃からですね、日曜日になると新婚さんいらっしゃいいうのがやってるんですね。親がそれ見てるわけですよ。オッペン化粧品が提供なんですけどもね。当時は片平渚やったかな。誰やったかな。三枝とな。で、ミキプルーンのコマーシャルが日曜日だけ流れるんです。スプーンにとってね、あれ何なのかわからない。多分、なんか見る限りでは甘いし、なんか食べ物やなんやろうと、蜜みたいなもんやろうと思うんですけどもね。ミキプルーンって何？あれ。何するもんなん？あれ食べるの？なんやろね？体にいいのかね？桜さん。桜さんこんばんは。柏餅とちまきどっちが好きですか？私は柏餅です。柏餅というのは、葉っぱでくるんだ白いやつですかね。中があんこの。ちまきは、いや、ちまきが葉っぱでぐるぐる巻きにして糸をほどいて、ちまきは中も緑の噛んだら中あんこでしたっけ。僕今朝ね、毎朝一口なんかパンかなんか食べるんですけど、今日はね、まんじゅう食べましたね。外側が白い、小豆がこう、いくつか点々点としてる中あんこのまんじゅうあるでしょ。あれを昨日スーパーで買いましたよね。パンもええけれども、たまにはこのまんじゅうもええな言うて。今朝は、だから、いや、柏餅ってどっちや？まあ、どっちがどっちやったかもう、テレコになっておりますけれども。どっちも好きやけれども、やっぱりより甘い方が好きやな。甘いもん好きなんですよ。甘いもんお腹いっぱいになるまで食べたら何や、お腹気持ち悪いんですけどもね。甘いものを食べるのも好きやし、見るのも好きですね。は、ように限らず、ぜひともですね、甘いものあったらですね、いただけたらいくらでも食べますんでですね、よろしくお願いします。柏餅が何や？こう検索したら一発で出るんですけれども、もうね、現代人はね、何でも検索したら出てくると、確かにそうなんですよ。せやけども、一昔前、パソコン流行る前は、それも地球ができてから、宇宙ができてから、つい最近までパソコンなんて、みんな持ってなかったわけですからね。これも贅沢な話やなと思いますけれどもね。でももう、パソコン持っておりますんで、僕は検索します。使えるもんはね、何でも使うんです。柏餅が、柏餅が緑色なんだ。いや、違うわ。
こういう葉っぱで包まれ、くるまれてる、パカッとやったら、やっぱり白いやつだ。僕が考えてたんと、合ってた。ちまきが、あ、はあ、はあは、おにぎりみたいなやつか。あれね、いいんですけど、やっぱり、かしわ餅の方が、定着はしてますね。ちまきっていうのはあんまり食べる機会はないんで。でも、おこわみたいなご飯のやつも、かやくご飯みたいなもちまきっていうの？それとも、この長細い、深海におる生き物みたいな、わけのわからん生き物みたいな。あれをでもね、味は想像できるから、何度も食べたことあるんでしょうね。あれはあれで美味しいな。あんこ入ってなかったんちゃうかな、あれ。あんこのないのはないのでね、美味しいんですよ。どっちも美味しいけど、かしわ餅の方が、馴染みはあるわな。で、手には入りやすい。うん。だからこう、つい定番の方にね、手が伸びてしまうっていうのはありますけれどもね。僕もだからどっちか言われたら、究極の選択でね、言われたら、かしわ餅ですね。桜さんと一緒です。ノーネームさん、シーズン2だったんですね、ということで。そうです。月曜の朝に僕がこう喋ってたことと、非常に、その、喋り口調が全く変わってないんで、やってること同じに聞こえるかもしれんけども、聞き比べてください。言うてること全然違うから。前田由香さん、ミクシーニュースは他の新聞やニュースサイトから記事を引っ張ってきているのです。そうですよね。で、誤字脱字もあるでしょう。コピペすればいいのに、コピペした問題なんかして、自分に作り変えてはるんですよね。あれも作家を夢見た人が、結局は、どこの編集部に行ってですね、下積みとしてやってんのかななんて思ったりもしますけれどもね、うん。ここに写真が入りますっていう文章がカッコ書きであったりしてね。実際写真を入れるために、ファックスで送ったんでしょうけども。で、その文章をそのまま、売ってしまって、送信してしまって、ミクシーニュースにバンと貼られてしまうと。そういうことも多々ありますね。記事の右上にその出典元が書いてあります。週刊女性とか書いてありますよね。芸能人のニュースなんかはね。結局週刊女性から引っ張ってきてるだけかということですけどもね。ということで今日もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんは、そうね、お休みの方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃるわけですけれども、遠くにお出かけになる方は、交通事故には気をつけてね、気をつけてって言ったら、気にかけるからね、事故が起こるっていうことがあるでしょうけども、僕がね、こう言って、こういうことを言うことでですね、事故が引き起こされるわけですよ。世間にね、迷惑をかけ続ける、私は、男でございますんでですね。どうか、交通事故には気をつけてくださいね。ということで、今日もご覧いただきまして、ありがとうございましたというのはね、3回ぐらい言うとりますんでですね。暑いね。今日はもう本当にね、半袖でも暑い。汗が出る。そろそろ布団を着るような季節になってまいりましたんでですね。どうか気をつけられて、お風邪などお召しにならないようにね。いくら外でマスクしてても、布団蹴って風邪ひいてたらね、もどもこもなりませんからね。しんのすけさん、先週ペーパードライバーである自分に対して、そういう話しましたね。自分頑張れない、自分胸張れないと書き込みましたが、後に、大阪弁では自分、相手のことを自分と言ったりするということに気づき、もしかしたら誤解されてしまったかもと思いまして、なんともややこしい書き込みをしてしまってごめんなさい。いや、僕は大丈夫です。相手のことを自分っていう言い方ありますけど、僕はそういうふうに自分っていう言葉を相手のこととして使ったりとか、何か自分っていう言葉を見たときに、そういう認識を持ったりとかっていう習慣がないので、自分って書かれたら、その方ご自身の方なんだなっていう、僕も自分っていうときは自分のことを言いますからね。自分って、相手のこと自分ってすごいね、品のない関西弁なんですよ、あれね。僕は好きじゃないんです。だから、誤解はしてません。大丈夫です。ということで、ありがとうございました。
草餅といえば寅さんですね、ということでね、柴又にもね、東京来てからね、いろんなテレビで見た箇所行きましたけれどもね、まあ、がっかりすることこの上ないよね。木更津キャッツアイ見て、木更津行ったりとか、池袋ウエストゲートパーク見て、池袋行ったりとかですね。別に、それと言語おらんやないかとか、木更津の商店街、シャッター通りやないかとか。で、柴又のね、団子屋、商店街もですね、そない大したことはないんですよね。まあ、虚構の世界やなと、ドラマというのはね、虚構の中で楽しんでるのが面白いんやなというふうに、思います。ということでございました。ということで、今日はね、ピッチドロップという大自然をテーマにしたですね、お話でございました。なんかこういう意味のない素敵なね、みんながこう熱中できるようなことっていいなって思いますよね。なんかあったらぜひね、今後もね、書き込んで、意味のないくだらない遊びとかね、あったら書き込んでいただけたらなというふうに思います。僕なんかゴミ箱遠くに置いて、はなかんだティッシュをね、遠くから投げると。最初は10回に1回入らんと、あかんと。あかんというのは、優勝できへんとか、死ぬとか、そういうことですね。で、入ったら、次、はなかんだやつは、9回に1回は入れなあかんと。で、最終的に、1回に1回入れんとあかんと。命中せなあかんと。でないと死ぬ、または優勝する、みたいなね。そういう遊びをちっちゃい頃からこうやっとったり、本当にくだらない、どうしようもない遊びですけれどもね。そういうのがあったらですね、ぜひ教えてください。今日もご覧いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。